どうも、キリテタンポです。今日はですね、ワンコインランチということで、僕は秋田市の南通りというところにあります大安弁当さんにやってきました。大人気なんです。もうめちゃくちゃ並んでます。ワンコインしか持ってきてません。さあ、買いに行きます。キリテタンポの秋田田んぼ、激安で激うまワンコイングルメ。やってきたのは秋田市内に3店舗ある大安弁当の東通り店。昔からある大人気のお弁当屋さんです。たくさんお客さんがいたので40分待ってゲットしました。じゃーん、大安弁当の蓋の閉まらない、これ鍋盛りなんですよ。いい、これ実食します。波盛りなんすよ。波盛りなのにこの蓋の閉まらなさ加減、超特盛りです。これ開けてみましょうか。早速ソースがついてるんですけども、大安弁当のメニュー、これ見ながらね、目の前に机に置きながら次どれ食べようかなって考えたりするわけなんですけども、どう唐揚げ弁当、税込み550円です。360度どの方向から見ても大盛りです。でもこれは並盛りなんですよ。お持ち帰り専門店なので、お店の中はこじんまりしてるんですけども、もう6人ぐらいお客さんいまして、でさらに予約のお客様もいるので、僕が行った時点で3、40分お兄ちゃん待ってもらうよって言われまして、あーもちろんですって、みんなそうでした。昔ながらのこのカリカリ梅もいいですよね。ではいただきます。塩もかかってますので、ソースはちょっと半分だけにしました。じゃあまずこの塩の方の唐揚げ、何個入ってるのこれ。ジューシーです。油身ちょっと少なめですね。最高。塩味がちょうどいいくらい、ソースの方ね。うまい。とろもがサクサクですわ。たまらん。学校に持っていくときのお弁当だったら蓋をちゃんと閉めなきゃいけないから、もう2個多くて、ちっちゃいのに3個じゃないですか。もう大安弁当の唐揚げも今2個食べてもまだまだありますから、何個入ってんやろ。1、2、これうわでっか、これはでっかい。揚げたて唐揚げたまりません。そして下には卵焼きも入ってました。うまい。醤油味でたまりますね。あの緑のインゲンなんかも、さらに彩りのかまぼこも入ってます。唐揚げとまた違う食感で、僕はこのカリカリ梅が大好き。種まで感じました。卵焼き、インゲン、かまぼこ、そしてポテト、フライドポテトも入ってます。これいいね。またね、俺もたくさんです。今で唐揚げ5個食べたんですけど、まだある。6、7、8、9個入ってます唐揚げが。ご飯もこれ秋田小町 100%、 やっぱり大きなジャーで炊いてるからめちゃくちゃうまいよ。おいしい。おいしい。大安弁当さんは本当にメニューが豊富で、唐揚げ弁当の他にも山菜が入った山菜弁当、ミックス弁当を頼む方が多かったです。唐揚げ弁当大盛りって方もたくさんいらっしゃいまして、食べながらそのボリュームどんだけ入ってるんやろなんて気になってました。結構普段大食感の僕でも並盛りの量で大満足でした。秋田市では知らない人がいないんじゃないかという大安弁当、お昼時が特に行列が絶えません。平日でも休日でもいっぱいです。ぜひ皆様行かれる際はご予約することをお勧めいたします。
ペロリでございました。完食です。唐揚げ9個も入ってましたね。もうなんかパンパンでございまして、本当に台安弁当の唐揚げ弁当美味しかった。台安弁当のボリューム満点のお弁当、いろんな種類がありますので、秋田に来た時は皆さんぜひ食べてくれたー。ヒーバナー。